どうだ始まりましたもちチャンネルです。さあ藤川さんにおいでいただきまして。藤川さらです。はい、もう服が置いてある、杖が置いてありますけど、はい、画角に入ってるか分かんないけど、大丈夫大丈夫、消えるから。はい、はい、さあ今回なんですけどもね、また何の企画も伝えずに今回もやってきてると思うんですけど、はい、怖いんですどれからやろうかな。いくつかねちょっとあるんで、はい、いくつかいくつかあるじゃないですか。あのほら英検もあるし、怒られた問題怒られた問題もあるし、どれからやりましょうかっつって、あ怒られた問題からしますか、そしたらもうさっさと片付けてしまいましょう。これは忘れてました全然すいません。そうそうそう、僕は全然ね、何とも何とも思わなくないけど、まあ、ある意味やるだろうなと思ったんですけど、はい、ですね、はい、藤川店さん、ネタバレ問題っていうのがありましたねすいません、本当にすいません。そうですね、はい、英検3級の、まあ、結果動画ね、ここ大阪来て撮ったんですけど、はい、同じ建物なんだよね。同じ建物に貸し会議室いくつもあるんだなと思ったんですが、まあ、もうそこで撮影して、はい、でさあいざ結果って言ったけど、まあ、トイックの方が先だったんだよね、結果出たので。あとはトイックの、まあ、ちょうど前日に動画出すか2日前かなんかに動画出す時期だったんで、まあ、トイックの方の動画を先に出しましょうということで出して、はい、で英検出すけど、その前に土曜日にトイックか、土曜日にトイックがあるんで、日曜か月曜に英検の結果は出しますからねって言って、でネタバレしないように気をつけてねってね、思いっきり喋ったよねあそこでね、はい、駅そうそう、駅の、ね、駅で改札のところで俺が帰る時に、それだけはそんなのしないですよって言ったんですよ。はい、そんなのしないんですよって言ったは言ってたけど、いやぶねえよな多分なとね思ったんですよね。はい、でまあなんか動画はね出すけど、そうそう、その後連絡来て動画出すけど、はい、でもなんかそんな結果を見る前に撮った動画だったから、ね、出したやつそうでしたよね。だから全然大丈夫ですよみたいな感じでね、煽ってますみたいな感じの内容でつって言って、はい、で出て、まあみんな受かってんじゃないのみたいな感じだったと。でまあ結果はダメだったんですけど、そうですね、まあ、動画出てますけど、はい、ダメだったんですが、その動画が出る前に勉強配信したんですね。はい、はい、勉強配信して思いっきり英検3級の参考書を勉強配信してたっていうね。これですよ、はい、こちらですね。これだと分かんないんだよ。英検3級完全攻略問題集っていうのを どこが映ってたのか分かんないですけど、ただ俺はね仕事中だったからあなたの勉強配信見れなかったんですけど、映、はい、ってはいたんですよ。この YouTube 横に出るじゃないですか。でこの勉強配信っていうのが映ってたんですね。で映っててすげえ嫌な予感がした申し訳ない、勉強配信してるよこれ、英検3級やってんじゃねえのって思ったんですよね。英検3級これやっちゃってるよねって思って、はい、そしたら案の定半分思いました。半分これさ英検3級やっちゃってるよね、英検3級受かるようにちょっと勉強しろって言っちゃってるからさ、はい、その10月リベンジっていうのでやってるんで、はい、これやばいなっていうのがまず思ったのと、でも半分でもネタバレしないですよって言ってたから、まあさすがに勉強配信で英検3級はやんねえんじゃないかなと思ってたら思いっきりやってました。すいません中身が映ったってことでしょ、だからね、多分ね。そういうことです、うん、でも気をつけておいたんですよ。気をつけまず分かんないじゃないですか、カバー、まあ、まあカバーは分かんないけど、もう横見えちゃう、まあ、もうこんなとこ映らないかなって思う。どこが映ったんだろうね、見た方、ぜひ教えてください、はい、そうそうそう。それで、うおいってなってコメントがいっぱい来てて、もう、そう、もう藤川さんが3級の勉強してましたけど受かんなかったってことですかみたいなのが来てて、はい、やべえってなって申し訳ないです、これもうネタバレじゃんって、はい、はい、そうそう、それで「そう勉強配信消せ!」って言って消しました。そしたらさ今度は勉強配信が消されたからっていうコメントが来てるのということはもう落ちてるんだみたいなのとかが来てて、はい、大変でした。申し訳ないです大変でございました、はい、ということが実はありましてね。それからもうね、なんだっけ、自己採動画禁止だみたいなね自己採点動画とかするならこっちがお金を出してるのに先に出そうとするとはどういうこっちやみたいなね、しないです、はい、っていうのとかね、まあいろいろありまして、はい、そんなことがありました、はい、でも YouTube の頻度が高え出るどういうことだ Anywhere you want じゃないです、意味分かってますか Anywhere you want。いや、もう分かってないです。分かんないのか、入ってくれ。もうプロモートする大会の動画、あ
3日連続出た。そうだよ、なんだよそれみたいな、出ようかとかやめました、やっぱり出ますみたいなさ、なんかもうくだらない YouTuber のあの下りみたいな感じですね。そうそう、ぼーっとする大会なんかどうでもいいわ、どうでもいい、そんな大会勉強せえや、そのぼーっとしてる時間あったらっていう感じで、そうそうそう、そんなこともあったりとか、あとは何ですか、結構コメントが来るのがさ、誹謗中傷を訴えます系と、はい、そうそう、誹謗中傷のなんか情報開示をやってますっていう、あのね、松原さんと一緒にやってるやつ、はい、っていうののコメント、情報開示系がなんか来てるのと、あともう一個はだね、あ、不登校か、不登校っていう、そうそうそう、お前は助けられる立場だろみたいなコメントが来るんですけど、いやでもいじめを受けてたんで、あ、何を受けてた、いじめ、あ、はいはいはい、不登校になる原因であるいじめを受けてたから、うん、まあ、あの例えばいじめはやっぱり受けてる人にしか気持ちわからないから、うん、まあ、相談とか、うん、力になれたらなと思って、力になれたら相談、あなたが乗るの話聞けんの、そもそも右から入って左に、あ、今そっか、片っぽ聞こえないんだっけ、聞こえないんですあ、なるほどね、いえー、なるほど、まあ、まあ、開示請求に関してはね、うん、はい、まあ、昔よりもはるかに簡単にできるんで、あ、そうなんですか、はい、開示請求に関してはまあまあまあ通りやすいとは思いますけどね、昔よりはね、全然、はい、か某 YouTuber 西野ロミさんでしたっけ、うん、全然某じゃねえけどな、喋っちゃってるけど、はい、名前出していいんですか、別にいいよ、なんか、なんかたくさんの開示請求やってたのは、うん、動画で見たんですけど、うん、あんな簡単に通るもん、はい、わかんない、彼はエンタメとしてやってるから本当にやってんのかやってないのかわかんないけど通ります、はい、彼の場合はとてつもない数のとてつもないレベルの誹謗中傷が来てるから、はい、あの漫画村の人でしょ、あ、そうそう、そりゃ来るでしょ、ものすごい、だからそれは開示請求簡単に通る案件いっぱいあると思います。それでなんかね、訴えてもらった慰謝料で借金を返せなかった中みたいな、なんかね言ってたやつだね、はい、はい、おっしゃってました、そういうのはまあ数的に、まあなたの場合もまあできるのは結構あるけど、厄介なのはね、彼の場合は大人がいっぱいやってるけど、あなたの場合は学生とかがいっぱいやってるだろうから、先ほど中傷、そこがね、お金は取れないというか、こちら側の親に迷惑がかかるっていうので、はい、なる、まあ私は動画にもしてないですけど、すごい効果がありますよ、確かに。ああ、やっぱあるね、めちゃくちゃ効果あります。論文のね、田村敦さんも言ってましたけど、めちゃくちゃ効果がありますし、大丈夫だと思って、匿名だと思って大丈夫だと思ってる人がすごく多いんだけど、匿名性なんかないですから、海外にいない限り、あのすぐに足がついちゃうと思います。そうなんです、はい、はい、それ大変だと思います。あの親御さんに迷惑をかけないような、なんか公式 LINE で、うん、あの謝ってきたいるでしょうね、結構、うん、はい、いらっしゃいましたそれはそう、怖いと思う、実際やられたら。そう、やられないと思ってみんなやってるけど、そんなことはないのでお気をつけください。まあただアドバイスですって言うんだったら、もう別にね、はい、構いませんので、まあまあまあ、どうするかな。まあひどいのはちなみに消してはいるんで、そもそも、まあ、最初から引っかからるようになってるんで、僕の場合は、はい、まあまあ、ただ誰かのコメントのやつにコメント書かれると見えないから、こっち側のねやつに表示されないんでね、はい、あれですけど、まあわかりました、そういうことで、でネタバレはしないということではい、すいませんでした、はい、本当に以後気をつけます。本当に情報開示請求してるとかもう勝手に開示しちゃうからね自分からどこの未公開情報を開示してしまうというね、はい、やってしまいました、ね、どこのページが映ったか教えてほしいなるほど、いや、もうだってないからね、アーカイブはないんで、あ、はい、まあ、ということでございまして、 YouTube にハマりすぎですよ、あなた。簡単に稼げるって分かったらこうなっちゃうから、バイトするより工場よりも全然稼げるやんってなってるでしょ。いや、なってないです、工場の方が稼げます。ただ工場よりは簡単でしょ。あ、はい、これはね、楽してになってるかってことです。いや、勉強が主ですから。はい、もちろん、はい、なんで英検もいつでしたっけ。10月末、はい、だったと思います。わかりました、そちらもあるので。 SCBT、 そうですね、 SCBT ありますんで、はい、そちらの、じゃあこの動画もまだですね、あと2本ありますので、今回、あ、これ含めて3本、そういうことです。はい、じゃあ何があるのか本当に毎回何も伝えないですね。伝えたらなんか準備したりはしそうだからさ怖いんですよ心臓に悪いチャンネルです、はい、リアルドキュメンタリーですから
はい、まあ、前にもちょっと、ね、動画で言ったんですけど、あの超過さんの場合は僕は一生懸命考えて、はい、作り、てんちゃんの場合はリアルなドキュメンタリーだけどみんなの予想を超えてくるということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 なんでその挨拶の仕方すいません。